で完璧にバトラを殺せます。あいつの間抜けな密室などとっくにネタは割れてるんですから。完璧な密室？ブワーカ、私が本当に完璧な密室ってやつを見せて差し上げますから。そのためのとどめの武器を自ら進展してくれるなんて嬉しくて涙が出ます。我が主、そしてラムダデルタ卿、お芝居へのご協力誠にありがとうございます。面白かったわ。礼には及ばないわよ。演技じゃないしね。さて、この封印ゆっくりと使わせてもらいましょう。ドラノールもお手柄でした。あんたバトラに信頼されてるみたいだから、あんたが言うとコロッと引っかかってくれますね。まさか両親が痛むとか言い出しませんよね、殺人人形の分際で。いいえ。手加減なしの真剣勝負と分かっているはずなのに。愚かなり、バトラ卿。これは間違いなくあなたのおごりです、ミスターバトラー。これは命取りです。まずはおめでとうかな、フルフル。そうね、全ての恋人たちに強い意志の力があることが分かったのだもの。これは愛の勝利さ。それを僕らは称え合おう。僕らがそれを称え合うのは、君たちの試練を勝ち残り、誰かが魔法の奇跡を授かる時だけだよ。同感だぜ。最初の試練は全員突破した。次は何だ。もう後には引けねえ。何だってやってやるぜ。はい、僕たちは負けません。私たちもです。ああ、もちろんバトラ君たちもだね。無論だぜ。この中の誰だって譲られて勝利したいなんて甘えてる奴はいないはずだ。そうですね、辞退できる程度の弱々しい思いならば今この場にいる資格はありません。それで次の試練は何だい。まさかまだ決まってないなんて言うんじゃないだろうね。少しは脱落者が出ると思ってたからね。まさか全員が残るとは思わなかったの。これは愛ゆえの嬉しい奇跡の誤算。うぜえぜ。それで今度こそ脱落者を出すためにイストリゲームでも始めようってのか。そう、まさにそのこと。今度の試練では確実に一組にリタイアしてもらうことにしたよ。今度の試練は気分の第二のバンニャヤカリ。寄り添いし二人を引き裂け。意味がわからない。ゼパル様、フルフル様、どういう試練ですか。まさか私たちに殺し合いをしろと。そりゃ手っ取り早いぜ。少々文明的ではないけどね。恋は肉食だぜ。みんながみんな一緒に幸せになることはできないのですね。そういうのをゼロサムゲームって言うんだ。経済用語だけどね。知ってるかい。あ、いえ、すみません。ゼロサムゲーム、勝利も敗北も全てを相殺すればゼロになる。誰かが勝利を得るためには誰かに敗北を強いねばならない。それが世界の冷酷な原理だ。みんながみんな
全員が幸せになれればいいのにな。そんな理想の世界あるわけねえか。ううん、あるよ。それは黄金鏡。黄金鏡？何の話だよ。そうだったな。黄金鏡に至れば全ての愛は満たされる。だがそこは天国や地獄と同じでこの世ならざる場所だ。それはごめん、こうもりたいね。恋は現世で叶えるから意味がある。僕は死後に恋愛を成就させるための悲しい心中なんて断じて認めないね。生きて愛を貫く、何者にも負けない。ジョージさん、話が脱線してる。それより第二の試練をさっさと教えてほしい。そうだぜ、寄り添い師二人を引き裂けって何をさせる気だよ。話はとてもシンプルさ。恋人たちを引き裂くのは悲しき死の別れしかありえない。六人のうち一人を殺すのが第二の試練さ。当然、相方を殺された恋人たちは失格となって脱落するわ。つまり確実に一組の恋人たちに脱落してもらう試練というわけさ。殺すと簡単に言うがどうしろってんだ。殺し合いをしてもいいし、くじ引きか何かで決めてもいい。くじ引きで決めるなんて冗談じゃねえぜ。正々堂々と決闘しようじゃねえか。そうなるとゲームマスターのバトラ君と記憶がないとはいえ、黄金の魔女ベアトリーチェが相当有利な気もするんだけどね。どうでしょう。安心して、この試練ではみんなの力は完全に公平にさせてもらってるんだ。ゲームマスターのバトラ卿でさえこの試練では全員と互角なの。それなら公平ですね。完全に純粋に互角なのかい？ええ、完全に互角、一対一なら勝敗は時の運。完全に互角だからね。決着にも時間がかかると思うわ。だから優位な状況で襲うのがコツかな。とことん時間をかけての決闘ももちろん素敵。誰が運任せで戦うもんか、自分に有利な状況で戦いたいに決まってるぜ。となると三つどもえ、これでは動けないのでは。面倒な話だね。先に動くことが有利ではないというわけか。6人全員がそれぞれ隣同士と一対一で同時に戦えばいいんじゃないでしょうか。誰かの決着がついた時点で試練は決着する。それは無理。そうなったらみんな積極的に戦わず保身する。その間に誰かが負けてくれればいいのだから。
結局全員が動かず決着がつきません。全員の強さが互角という算数的状況のせいでパズルみたいになっちまったな。そうだね。互いの強さが未知数なら決闘も面白かった。でも完全に互角と言い切られてしまったら決闘はじゃんけんと何も変わらない。ならいっそ6人全員でじゃんけんで決めますか。バカ言え。そんなの嫌だぜ。仮に誰かが負けたとしてそいつが潔く負けを認めるわけねえだろ。負けを認めないならじゃんけんの勝者たち4人に攻撃されることになる。完全に互角なこの世界ではじゃんけんの敗者には生き残れる道理はない。確かに。なんだなんだ、じゃんけんで決めるのが一番合理的だってのかよ。極めて合理的だよ。しかし自分の運命を乱数発生器に託すような無謀ができるかと言われたら答えはノーだけれどね。どうかそれを悩んでほしい。それが私たちの出題する第二の試練。考えて殺し合って誰を生贄にするか決めてほしい。